にちは、子写真研究員の井桜です。今回は夜の日常生活に欠かせない照明器具のお話です。アンドンや提灯、ガス灯やアーク灯をご紹介します。第12話、明かり、どうぞご覧ください。菜種油やろうそくが盛んに作られるようになった江戸時代、それに伴ってさまざまな照明器具が作られるようになった。室内を明るくするあんどんや、夜に外を歩くときに使う提灯は、日常生活の中で欠かせない道具である。引っ越しの時は必ず持ち運んだ。周りに貼られた紙が古くなったり破れた時は、貼り替え屋と呼ばれる職人がそれを直した。あんどんなら破れた面だけを補修すればよいが、提灯などはその度に紙をすべて貼り替え、注文に応じて家紋や屋号、絵柄などを書く。左の男性は分回しと呼ばれるコンパスで模様を描いている。職人の腕の見せ所である。こちらの女性はあんどんの明かりで読書をしている。今ではあんどんを使うことはないが、よくある光景である。こちらは明かりが漏れぬようにあんどんの後ろを着物で覆い、こっそりと手紙を書いているようだ。口に筆をくわえ、真剣な眼差しで手紙を確認している。上から覗き込む女性の演出が微笑ましい。こちらは裁縫。あんどんの手前の戸を上げれば明かりを強くすることもできる。こちらの女性は紙を貼った手飾を持っている。江戸が東京となりしばらく経った明治中期頃でも、繁華街から外れれば夜道はかなり暗かった。こちらは中央に東京新吉原遊郭の大門が立つ明治初年頃の大門で、大門の奥が新吉原遊郭のメインストリート、中野町通りである。夜になれば提灯があちらこちらに灯されて賑やかになるのだろうが、なんだか少し薄暗そうである。この大門が明治14年にガス灯がついたこの大きな鉄製の門に作り替えられ、奥の中野町通りには明治8年に7基のガス灯がすでに設置されていたという。これで新吉原の夜は以前と比べればかなり明るくなったことだろう。新吉原にガス灯がついたこの大きな鉄製の門が置かれた翌年の明治15年、銀座2丁目の大蔵組の店頭に東京電灯会社の創立準備会がデモンストレーションでアーク灯を10日間だけ灯した。その明かりがこちらである。現代人の私たちにはそれほど明るく感じないが、ガス灯は16色光、こちらのアーク灯は2000色光である。初めてアーク灯の明かりを見た当時の日本人には眩しいくらいの明るさだったようだ。明治16年、現在の日比谷公園の東側にあった旧薩摩藩の上屋敷跡地に外国人との社交場としてこの鹿鳴館が建設された。
その庭先にもこのアーク塔が設置された。その4年後の明治20年には移動式発電機を用いた白熱灯が灯される。それでも明治時代の庶民の家庭にガス灯が普及するのは明治の末以降からのようである。その間に普及したのが値段が手頃な石油ランプだった。しかしこちらは横浜居留地のレストランに置かれていた舶来品のランプといったところであろう。こちらもなかなか庶民には手が出せない明かりのようだ。